わざわざ同じ仕事するのに、まあ、衛生さんだったらですね、例えば同じ仕事するのに、その給料安いところで働く理由って何なんですかと。こんにちは、錦部製作所の錦部光義と申します。こんにちは、社会保険労務士の稲田です。本日は採用に関して、稲田さんに質問をしてみようと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず採用のもう入り口も入り口なんですけども、はいはい、あの募集するときのお給料なんかにもすごく迷ったりするんですよね。はい、このお給料っていうのはなんかこう決める基準みたいなものってあるんですか？そうですね、まあ、給料を決める基準っていうのが大体のところは何してるかっていうと、前と同じみたいな、はい、前と同じ、はい、形やってるんですよ、ほとんどのところは。で、大体そういうことすると、まあ、採用がうまくいかないっていうふうな形になります、ね、ということは、まあ、何かでこう前のじゃないものに変えなきゃいけないと思うんですけど、はい、そういう時になんかこう何ですかね、こうこれを見た方がいいとか、こういうのはやった方がいいとかってありますか？そうですね、基本的にはまずそのライバルといいますか、同じ地域の、まあ、他の歯科医院ですね、うん、そこがいくらぐらい出してるかっていうのを調べなくちゃいけないんですよ。なるほど。で、それを調べずに、例えば、2年前がうちはこの金額だったからっていうふうに出した場合、もし他のところはですね、あのかなりその当時よりいい給与で今募集してるんだったら、わざわざ同じ仕事するのに、まあ、衛生さんだったらですね、例えば同じ仕事するのに、その給料安いところで働く理由って何なんですかと。で、まあ、お金だけじゃないっていうのもありますけど、そもそも今ってこのもう生活が皆さんね、だいぶ厳しくなってるんですよ。これもデータでもずっと言ってますけど、例えば、今2024年ね、この4月今こうやって録画してますけど、ここ2年ぐらい22、3ヶ月ですね、毎月、連続でですね、実質賃金で下がってるんですよね。そうですね。でこれが実は今日本全国で起きてて、で給与はちゃんとまあ多少上がってはいるんですけど、それに全然その物価の上昇に追いついていないという状況なんで、まあ経営者として何すればいいかって言ったら、まあ、給与はやっぱり上げなくちゃいけないんですよね、本当にね。なるほど、なるほど。で、そこでちゃんと周りを調べましょうっていうところに入ってくるんですが、じゃあその調べ方ですね、結局。はいはい、でそこに関して少しご説明したいなと思いますので、まあ、せっかくだから、はい、この、ね、動画とか見ながらでも止めながらでもいいので、はい、パソコンをね、まあ、スマホで見てる方が多いかもしれませんから、うん、パソコンを開いていただいて、はい、で同じようにしていただければなと思います、はい、で私は多分触ってるところを録画しちゃうと、すごく慣れてるからやっぱ早いんですよね。はい、ちょっと追いつかないかもしれない。不慣れの僕が。そう。はい。というのをちょっと、西部さんの方に、画面を、ね、開いてもらおうかなと思いますんで、ちょっとじゃあ画面共有をするために、ブラウザーをなんか、はい、まあ、Chrome でもいいですし、まあ、Edge でもいいですけど、それを開いていただいてもいいですかね。はい、わかりました。はい、今、共有しました。はい。はい、でここでまず調べていただきたいのが、まあ、皆さん、はい、結構ご存知と思うんですが、インディードっていう、テレビ CM もしてますしね、はい、あれをちょっと調べていただきたいですね、インディード。はい、でこの上の一番上のインディード仕事探しっていうのをクリックですね。はい、で、ここなんですけど、まあ、まず2つ方法があります。はい、でおすすめがですね、まず上の給与調査っていうのがあるので、給与調査、はい、そうクリックするんですよね。はい、で、キーワードに例えば歯科衛生士って入れてもらっていいですか？歯科衛生士です、はい、で、でこれで、まあ、検索でいいですね。検索ですね、はい、そう左側をクリックします。これですか？これですね、はい。ちょっとね、まあ、この上のアドレスに関しては、この動画の方の概要欄とかに貼っておくと、まあ、クリックしたりとか、そうですね、ブックマークもしやすいと思いますので、また下にも貼ってもらいたいです。はい、ここで今度はね、勤務地っていうのを選べるんですね。なるほど。で、はい、さっきのところでね、勤務地選ぶとちょっと違う画面になっちゃうので。なるほど。あ、ちなみにね、日本全国でもなってるじゃないですか。はい。で、ちょっと今下にいただいて、はい、その年収っていうのをクリックすると、はい、369万5千円って大体いくらなのかって分かるんですよね。で、なるほど。クリックしたら、何個か出てます。多分ちょっとこれね、もしかしたらスカイプが
選択肢のがうまく映ってないですけど、月給とかあります？時給、日給、週給、月給、年収。そうですね、それで月給の方を選んでいただいて。月給ですね、はい。で、これが日本全国の今現在リアルタイムですね、2024年の4月、今日は、3日ですね。3日ですね、うん、はい。3日に今、インディード上で公開されている日本全部の平均月給。なるほど。26万1000円。でこれ平均なので当然東京のは高いし、まあ、田舎だとちょっと低いしみたいな形のものが出てるっていうところなんですけど、うん、でこの中で上の方に行っていただいて、でこれ日本で見てもやっぱどうしようもないっていうのもありますけど、はいはい、そこで、自分とこの地域を選んでもらうと、まあ、決してそこにまあ入れればいいんですけど、これはね、皆さんちょっと、はい、自分とこのぜひちょっと入れてみてください。で現実知っといた方がいいんですよね。なるほど。じゃあ東京で行きますか。そうですね、一応東京と、うん、その下から選ぶ感じです、選択する。あ、なるほど。23区でもいいし。あ、なるほどですね。ちょっと23区にしますか。そうですね、と、はい、そこから選んでいただいて、はい、そしたら、平均の月給が276,866円なんですよ、うんうん、でこれが、まあ、東京都内での歯科衛生所の平均給与という形で、うんうんうん、さっきより1万ぐらいちょっと上がってるっていうふうな。そうですね、うんうん、でこれはただ平均なので低いのもあれば高いのもあると、うん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 、で実際ちょっとですね、見たら分かるんですけど、わざわざその低い方に行くことはさっきもないって言いましたし、うん、でその今度は次の現実見てもらいたいのが、まあ、現状でもこの例えばその月給より平均より低いんだったらもうそれは無理ですね、うん、ほぼ。あ、なるほどですね、はい、平均だといいってわけじゃないですよ、うんうん、平均行くのは当たり前っていう風な状態に持っていただいて、うん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 、で今こんな状況っていうふうのをまず知った方がいいです、うんうん、で上の方で今度タブ1個プラスしていただいて、はい、でまたインディの方に行っていただいて、はい、で今度はここでですね、上で、さっき給与調査行きましたけども、行かずに、はい、ここで本当に検索します。はい、歯科衛生士って言っていただいて、はい、では右側に東京23区、その選ぶ次を選びましょうか、はい、で検索っていう、はい、そこです。で実際にこれが、今日現在に今なってるんです。これ時給もね、月給も全部混ざってるので、うん、ちょっと上に行っていただいてですね、はい、雇用形態っていうのがあるんですよね。なるほど。ここで正社員を選びます。はい。そうすると大体月給になりますんで、はい、一旦バツです、これは。で、これが東京都23区の今の求人の内容ですね。例えば、これ、4月なんで、また来月は変わってるとは思いますけど、例えば上に月給32万円ってあるじゃないですか。はい、これですね。そうそう、で、下にちょっと行ってもらっていいですかね。はい。で、28万円以上になりますよね。はい、で、場所は足立区と上に、はい、まあ、渋谷という形で、はい、上が年間休日129日みたいな形 で下に、はい、32万、28万、はい、次が26万、これ渋谷ですね、この渋谷と、この渋谷で、まあ、渋谷ですね。はい、で、それはちょっとマーケティングがちょっと違いますね。で、下に行っていただいて、自費の、これ時給ですね、下行って、はい、もうちょっと下、で24から26ってあるでしょう。うんうん、で下に行くと27万5千から50万って、まあ結構幅がありますよね。でまあ全部ね、普通今みたいな形で大体のその求職者っていうのはスマホで見てるんですけど、まあ並び的には基本的に同じですね。でこの中で普通に考えれば、例えば32万28万26万で幅があるやつの場合は下限の方で普通見ますんで、24から26とかだったら24万円だろうな自分はってやっぱ思うんですよね。そうですね。でこの場合だったら多分普通に考えてですよ、一番上の、うんうん、はい、まずここ、うん、ですね、を多分現状内容だけでも第一候補になるっていうふうに、うん、でもうちょっと詳しく見ようと思ってそこで初めて、クリックしていただいて、で右側に多分出てますよね、うん、でちょっと中の読んで、はい、でそれから今度ホームページ行ったりとか、なるほど、でそれから見ていくみたいな。だからこれすごいのがですね、結局まず給料が左側出てますから、はい、わざわざその低いとこをクリックすらしないんですよ。
あなるほどですね。見ることすらない。うん、ホームページでいくら、まあ、採用サイトとか作ったりとか、その求人内容すごい頑張ったとしても、うん、この段階で簡単にこう調べられるので、でそこをやっぱり、うん、でただ自分たちがもしここでですよ、例えば、多分さっきの平均がちょっと左のタブありましたね、はい、27万6000でしたっけ、はい、27万6000ですよね、はいはい、これ平均じゃないですか、はい、で今その平均を超えてるのって今見ただけでも実際2つだけだったんですよ。なるほど。上の2つ、まあ、これも26万ですもんね。そう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 、うん、50万っていうのちょっとあったんであれですけど、うん、まあ多分正直それは多分何、まあまあ、一番ね本当に40と50万いった時に頑張ってばいいかなとかやっぱ思いますんで、うんうん、で上行っていただいて、はい、だから平均出してればいいかっていうと結局それでも、うん、まあすごくあれですけど、あのちょっとねまだホームページは詳しく見てないので分かんないです、どういう理念が分かんないですけど、うんうん、単純に今見て、そういうとこ落ちた方々が応募してくる、あ第一希望じゃないわけです。なるほど現実ですね。そうそう、結局低くするっていうのはそういうことで、うん、企業ですね低く設定した場合に他の、うん、こういうふうに特に歯科衛生士とかいうふうな形でがっつりとその職種を探すような方々に関しては資格があってね、方々に関してはもうここの差ってめちゃくちゃでかいんですよね。でこれの中であの考えていただきたいんですけど、うん、自分だったらどこ応募するかなと思ってほしいんですよ。ああなるほどですね。もし自分が歯科衛生士で、応募するんだったら、うん、この中だったらどこ選ぶかなっていうふうに、うん、なるほど。でうちとかだとその結構そのクリニックが多いんですよね、あのクライアントお医者さんとかで、はい、あなるほどなるほど。一番多分うちの割合が多いのはクリニックですね。歯科医も当然ありますけど、割合的にはクリニックが一番今多いんですけど、はいはい、で医療事務看護師さんの採用とかね、看護師さんの採用もかなり大変ってよく聞くじゃないですか。はいはいはい、はい、OK、うん、で、そういうのも同じように見る、うん、どの職種でもこういうふうに全部見ていくんですけど、うん、で、うん、あの大体ですね、応募者が来ないっていうところは、うん、まあこの現実を院長とかに見せますね、うんうんあうん、一緒に調べてもらって、まうんうん、でその中で、インディを出してるとこだったら自分のとこが出てくるんですけど、うん、確かにこれなら応募しないよねっていうふうにあなるほどなるほど、はい、あの理解していただければ初めてそこでじゃあやっぱ給料設定上げないとねっていう話になるんですが、うんうんうん、大事なやっぱりその新規の応募者だけに上げてもそれやっぱり既存そうなんです、既存の方に今度は、問題が出て、問題とか文句というかまあね当然ながらみたいな、うんうん、まあまあそうですよね、だから既存の方を先に今度上げなくちゃいけないですよね、うん、ああなるほどですね、うん、これね普通にまあちょっと今度の、また別の機会にお伝えしますけど、はい、あの調べていたら面白いのがですね普通にこう最低賃金切ってるとこもあるんですよ、うん、ああそうなんですか、はい、で大事なのはやっぱその周辺相場を見ること、うん、話を一番最初に戻します、うん、そうですね、うん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 、これ見ずにじゃあ2年前と同じ給与で出すとか、うんうん、前回と同じで出すとかやってるからやっぱ採用ってうまくいかないんですよ、うんうん、なるほどですね。今リアルタイムで、どうなってるか、うん、でこれもあれの税理士さんに顧問税士に聞いてみたとか顧問社労士に聞いたとか言うんですけど、大体これ知らないんですよね、こういうふうに今リアルタイムで調べるってやつは。なるほどなるほど。なんか、顧問先、まあ、歯科医院の、ね、顧問先とか多いところだったら他のところは大体同じぐらいですよとか言って終わっちゃう、うんうん、なくても自分の目でぜひリアルで見ていただいて、うん、その中で自分だったらどこに応募するかなっていうのを考えた上で、うん、で、あ、まずいっていうのを多分まず気づいててほしいなと。わかりました。思いますね。ただ衛生士さんに関しては比較的まあ高めになってます、うん、というかめちゃくちゃもうどんどん上がってますから、はい、このインディードのこの2つ、うん、給与調査っていうのと、うんうん、はい、はい、うん、これはですね、うん、採用やるんだったら絶対にちょっと、うん、経営者が自分で検索するのが大事ですね、うん、ありがとうございます。いえいえ、まあ、じゃあまずここからスタートっていう感じですね。そうですね、だから本当に求人で、うん、まあ、その応募者が来ないとか、うん、原因があるので。そうですね、全て原因がありますから、うん、原因の一つが例えばその給与設定が明らかにこれより低い、うんうん、で今度は給与が高くて、応募者来ないと、それは次の原因があるので、まあ、それはまた別の動画の方でいろいろお話していければと思います、はい、まずここをまず挙げるのはすごく大事です、うん、はい、では今日は、まず入り口のお話ということで、はい、皆先生ありがとうございました。はい、どうもです。ありがとうございます。ありがとうございます。